皆さんこんにちは、リトルホワイトのユミです。本日は DSD アリーナ様やってきました。 DSD アリーナ様はパチンコ688台、スロット450台、計1138台の大型店舗様となっております。そして本日は第3回目となります弓と真剣伝承者の収録なんですけれども、まあ第1回2回ご覧になっていただけた方はわかるかなと思うんですけれども、いまだに大当たりゲットできてないので、ちょっと3度目の正直じゃないですけど、ちょっと今日こそは1回でもいいんで大当たりゲットできればなと思ってます。今日は張り切っていきたいと思います。では早速店内行ってきます。それでは台の方を確保しました。本日は北斗の拳7で実践していきたいと思います。そして今日は493番台なんですけど、第1回目と2回目の実践した後ろの台なんですけど、いつも第1回目と2回目絶対なんかこっちの台の方があれご遊戯してたお客様当たってた気がするんで、今日はこの台で3台目の正直決めたいと思います。頑張ります。早速保留変わりました。
を貯めればいいかな、これは。なんかもう展開早すぎて、なんか変な汗かく。800。これ何ヒルで止めればいいやろ。4000は溜まるかな、残り1回で。ダメだ、ヒルを使ってロボにパワーを貯めろ。よっよっ、
導入されてまして、全部で CR ガロゴールドストームショー50台の大量設置となっております。そしてこちらの20台のガロの方はとても快適な空間で広々とした感じでですね、ご遊戯することができますので、ぜひこちらのプレミアムシードコーナー CR ガロ、ぜひこちらの方でご遊戯してみてください。じゃあこちらオキスロコーナーやってきました。 DJ アリナ様のオキスロコーナーはオキドキシリーズともに連日たくさんのお客様で、今もなんですけれども、すごいたくさんのお客様でにぎわっております。そしてハイビスカスの方もいつもですねたくさん光ってるんですけど、ぜひ皆様も DJ アリーナ様のオキソロコーナーでハイビスカスたくさん光らせてください。続いてはこちら最新台花のケージのコーナーやってきました。ケージといえばパチンコでも大人気なんですけど、スロットでも最新台が導入されたということで、ただいまの時間も満台となっております。ぜひ皆様もスロットの花のケージ寝台ということで、ぜひご予約してみてください。はい、スロットでも大好きな方が多いと思うんですけど、私も大好きなんですけど、窓マギがパチンコで出るということで、ゴミングスいつ出るんですかね。私もさっき窓マギ好きなんで、アニメとかもめっちゃ面白くて楽しみにしてるんですけど、いつ出るんですかって聞いたらちょっとはぐらされちゃったんですけど、そんな窓マギのパチンコが出るということで、ぜひ皆様楽しみにしていてください。はい、それでは実践の方終了しました。本日は北斗の拳セブンで実践させていただきました。そして第1回2回目ワトリゲットできんかったんですけど、3回目でやっとワトリゲットできました。イエイ、よかったです。本当しかも10回転ぐらいで開始して当たったんで、もう本当にホッとしました。よかったです。しかもあの後ケンシロウが勝った時に当たったって気づかなくて、私あの後発展するんかなと思ったんですよ。そしたらもう当たっちゃってたんで、
まあ、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、もうとにかく当てれて単発やったんですけど、本当に当てれてよかったです。そして周りのお客様もたくさんお当ての方をゲットされてたんですけど、北斗の拳7大人気機種ということで大変盛り上がってました。ぜひ皆様も DSG アリーナ様遊びに来た際にはぜひ北斗の拳7ぜひご用意してみてはいかがでしょうか。ぜひお待ちしてます。そして皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょうと言いたいところなんですけれども、まあここまで来たら恒例だと思うんですけど、こっち左冷やし中華始めましたってことで、夏ですね。まあ私も実際海に行ったりバーベキューしたり夏らしいこと何もしてないんですけど、ここなら夏楽しめます。ぜひ食べに来てください。バイバーイ。